って。後片付け、感謝する。本来は私の仕事なのだがな。ただこもって修行していただけだというのに、よもや弟子と師匠のペットが戦い始めてしまうとは。予想はしていたが、少し早かったな。全くの誤算だ。帰ったら罰として素振りを300万回やらねば。さっきの力、何者だ？多分
今言ってた内容からしてタルタリアの師匠スカークなんじゃないか。こないだタルタリアは口数が少ない人だったって言ってたような気がするけど。弱者と話すことなどないだけだ。お前たちは世界の外の力に頼らず鈍性のクジラに勝った。ゆえにお前たちには私と平等に話をする資格がある。その考えには賛成だ。星の大会で鈍性のクジラのようなペットを飼うなどどう考えても妙だしな。力の差が激しいし触れ合いだってしにくい。それに食欲が旺盛すぎて弟子の時間を犠牲にして見張る必要さえあるときた。ただまあ干渉性は確かに悪くない。何にせよペットとして合格だとはとても言えんな。スカークさん、多分だけど大事なところはそこじゃないと思うぞ。大事なところ？大事なのはそのペットが危うく国を滅ぼしかけたってところだ。お前の師匠、つまりタルタリアの師匠の師匠って一体誰なんだ？知らなかったのか。すまない、彼を知っている前提で話をしてしまっていた。師匠はスルトロッチという。ん？聞いたことのない名前だ。うん、師匠の知名度が足りなかったか。ふむ。極悪鬼という称号を聞いたことはないか。極悪鬼、それも聞いたことがないのか。なら預言者ベズルフェルニルは黄金レインドットならどうだ。レインドット、知ってるぞ。魔女会のメンバーでアルベドのお母さんだよな。ほう、その名は知っていたか。今挙げた称号と名は師匠から聞いたものでな。私も実際に知っているわけじゃない。だがこれでお前たちもより理解しやすくなったはずだ。私の師匠もレインドットと同じ類のものといえる。ある種の究極を求めるものだ。ちょっと待てよ、さっき預言者とか言ってなかったか。オイラの聞き間違いか。それより一刻も早くお前たちに伝えなくてはならないことがある。先ほど鈍性のクジラがお前たちと戦っていた時、全ての力を使い果たしたようでな。このように荒れ狂う水元素力はこの星の深海では消化が難しいのだ。理論上から言えばフォンテーヌの陸上はすでに大混乱に陥っているはずだ。つまり
お前たちがずっと恐れていた予言はすでに上演真っ只中ということだ。なんだって？心配はいらない。フォカロルスはすでに天理を騙しているのだから。人々は皆海の中に溶け、フリーナは自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。予言は嘘だ。デマだったんだ。
あなたの熱い思いと大口発注への渇望は理解できますが、しかしあれは間違いなく小説です。誰かが趣味で創作して匿名で投稿した報道記事風の物語なんです。おいらわかったかもだぞ。もしかしてレピーヌ・ポーリーンが前にスチームバード新聞で読んだ記事って、編集者たちが会議で話し合っているのをこの耳で聞いたんですから。編集者たちもあの小説が民衆に誤解を与えるんじゃないかって懸念して、わざわざ出立艇に問い合わせまでしたんですよ。しかし思いのほか出立艇はあの小説が気に入ったみたいで、偽情報が潜在的犯罪者の耳に入れば目立つ被り物での犯行を誘導できるかもって。警備ロボの識別能力はベテランの警察と肩を並べるほどだから、そんな犯罪を見逃すはずがありません。かえって犯行を目立たせるだけ。小説が掲載されてからというもの、数多くのプクプク獣怪と巨大赤冠柄にフライムマンたちが出立艇によって逮捕されました。あの小説が治安維持の一助となったのは事実ですが、まさかあなたのような研究員まで引っかかるとは。しかも多額の投資までしていたなんて。レベル・ポーリーンの研究の動機が嘘っぱちの物語だったなんて。ってことはオイラたちの分け前もなくなっちゃったのか。じゃなくてあいつの投資は全部無駄になっちゃったのか。旅人とパイモン戻ってきたのね。近くで取材してたら偶然レピーヌ・ポーリーンさんに出会ってね。彼女の研究のことと君たちのことも聞いたよ。私も
画像認識技術の宣伝文を書いてって頼まれたの。原稿料とレンズの見本まで渡されてね。でも残念なことに、彼女の期待も君たちの努力も無駄になってしまった。君たちにギャラを払わないといけないって彼女は頭を抱えてたわ。慰めの言葉はかけたけど、すぐには受け入れられないだろうね。オイラたちもこんなことは初めてだぞ。その作家はただ面白い物語を書きたかっただけだろうし、筆立体のやり方だって確かにフォンテーヌの治安維持の役には立ったもんな。ちょっとレピーヌ・ポーリーさん、何してるんですか？警備ロボと一戦やるんです。それからエピクレシス歌劇場に行ってメロピデ要塞に住民登録をしようと思います。そしたら借金を返さずに済むでしょ。そう、それが生き延びるための唯一の方法。謝りすぎです。あなたが警備ロボと戦ったって彼らの外装さえ破れないでしょ。せいぜい出立艇で数日過ごした後、借金は借金で返さなきゃいけないんですよ。それよりこの技術に一体いくら注ぎ込んだんですか？27万モラ。メロピデ要塞に逃げ込むほどの額でもなさそうですけど。旧フォンテーヌ科学院の海中説明エンジニアに過ぎない私にとっては、何年もかけて一生懸命貯めてきた貯金なんです。それに失ったのは貯金だけではありません。私が思い描いてきた仮想認識の輝かしい未来も、億万長者になる夢も、何もかもが消えてしまいました。私の人生も台無しです。ごほん、そう落ち込まないでください。レピーヌ・ポーリーンさん、私に一つ提案があります。よく見てみたら、先ほど渡してくれた見本、画像認識サンプル収集撮影レンズはより正確に収集し分析するための特別設計がなされているようですね。本来の機能とは別に素早くフォーカスを変えられるこのレンズはきっと記者たちの役に立つと思いますよ。フォンテーヌ新聞業界の進化を推し進める力になるかもしれません。ですから、あなたのこれまでの研究は決して無駄ではありません。思いがけない分野ですごい進化を発揮できるかもしれませんよ。本当ですか？もちろんです。こう見えてもスチームバード新聞で経験を積んできた記者ですよ。同業者たちが仕事でどんな課題を抱えてるのかよーく分かってます。ですから、まずは気を取り直してください。その後レンズの量産について考えましょう。記者の仲間たちにもあなたのレンズのことを紹介して取引先を当たってみますから。そんな幸運が訪れるとは。もしかしたら撮影設備発展のチャンスをつかめるかも。それで大口発注が来たら億万長者になるのも夢じゃない。もう少し資金を借り入れた方がいいでしょうか？撮影設備戦争を勝ち抜くためにはいち早くレンズを改善して市場先取りしないと。
ずつ進んでいこうぜ。全財産をつぎ込んで一夜にして金持ちになるなんて野望はやめた方がいいぞ。ええ、もし知り合いのつてで画像認識の設備を必要としてる工房に売ることができたら、もう少しモラを集めることができるわ。ああ、もっと早く考えつけばよかった。では急げ、一刻も早く。ああ、もう行っちゃったぞ。オイラたちの話全然聞いてないじゃんかよ。まあ、少しわかる気もするわ。インスピレーションと情熱が湧き上がった時、仕事のことしか頭にないから人の話が入ってこないんだよね。新人記者にもそういうタイプが多いの。心配しないで、今回の出来事を記事にするつもりよ。レピーヌ・ポーリーンさんの様子も時々見に行ってあげるから。彼女の研究はきっと記者たちの役に立つと思うわ。彼女が軌道から踏み外すことなく、できるだけ早くレンズの大量生産にこぎつけられるように私もアドバイスしてあげるつもりよ。そしたらオイラたちも安心だぜ。そうだ、このサンプルレンズは君たちにあげるわ。ほら、君たちってあっちこっちを旅してるでしょ。すごいツールはすごい人の手に使われて初めてその進化を発揮する。きっと君たちが使った方が素晴らしい瞬間をたくさん記録できると思うわ。ありがとな、シャルロット。分け前はなくなったけど無駄足にはならなかったぜ。大したことないよ。私も特ダネを仕入れることができたしね。特殊なニーズがあったからとはいえ、新聞報道と文学作品の境界線はできるだけ線引きさせた方がいい。レピーヌ・ポーリンさんみたいな善良な市民が不幸な目に遭うことが二度とないよう編集部にちゃんと話しとくわ。新たな北条の知恵、スピナディロースラ災難後の再建について語る。先日記者はポアソン町を訪れ、スピナディロースラのナビア氏とポアソン町の現状と未来について話した。古い土にも新しい花は咲くでしょ、ナビア氏はそう語る。人々にとっての希望っていうのは
夜中に小腹が空いた時に見かけるクッキーと同じで少しあればいいの。飛行船ウィンガレット号、フォンテーヌ科学院の災いか、はたまた幸運か。エドウィン氏にまつわる葬儀はあまたあったが、結果としてそれらの葬儀はフォンテーヌ科学院を覆うバリアとなった。一方ジュリエ氏は隠されし神秘の宝玉であった。人々は一番初めの研究者を狂人と呼ぶが、二人目のことはどう呼ぶのだろうか。たとえ二人目が奇跡を成し遂げたとしても、その者自身とチームをまとめて指す言葉を見つけるのは難しい。うわぁ、報道されてるのって本当にジュリエとナビアなのか？なんだか大物みたいに書かれてるぞ。どう？どれも結構目を引くでしょ？スチームバード新聞の考えは至ってシンプルよ。災いが過ぎて間もない今、無料の上にいい知らせがびっしり書かれた特集で人々の心を癒すの。これらのビッグニュースの価値は常に続きがあること。続報では背後のストーリーに深く踏み込むの。エドウィンの助手ジュリエは本物の飛行船を作った。スピナディロースらのナビアは人々を率いて故郷を再建しようとしてる。見識の広い君たちですら目を引かれるものばかりでしょ。オイラも気になるって一瞬思ったけど、よく考えたらどれもきっかけはオイラたちの身の回りで起こったことだったんだよな。だからこれ以上気になることなんてないぞ。だからこそ一緒に取材に来てほしいの。わかる？君たちは最高のニュース提供者なんだから。それに君たちがいればあの公爵にだって絶対に会えるわ。本当か？もうたくさん取材を断られてるんじゃなかったのかよ。今度こそ大丈夫よ。行きましょう。まずはポワ村長、それからメロピデ要塞に行くわ。現場に着いてからじゃないとわからないことだってあるのよ。手持ちの情報を更新しなきゃと思って君たちの様子を見に来たってわけ。あれ？サデュイの方もいるのね。ああ、紹介するね。こちらはグルント・スネージビッチ。召使いの代理としてスピナディロースらの業務を支援するための物資をいろいろと持ってきてくれたの。地元のみんなも精一杯頑張ってくれてるし、おかげさまで今のところは順調な方かな。多くの人を失ったけど、それでも私たちは前に進み続けてる。それで十分だと思う。シャルロットさん、はじめまして。お名前は金金。昨年のフォンテーヌの野良猫に関する記事は
とても興味深く拝読しましたよ。ただできれば大々的な報道はお控えいただけないでしょうか。これは別に善意によるものではなく、スピナディロースらと利益が一致しているから行っているに過ぎないのです。よくわかりました。ご懸念は理解できますので、できるだけ軽く触れるにとどめますね。あるいは優しい隣人という呼び方はいかがでしょう。悪くないですね。お心遣い感謝いたします。ああ、おかえり。そっちはどうだった？現在の準備は済んだ。工事の人たちは1時間後に到着することになっている。あれ、クロリンデじゃないか。来る暇なんかあったのか。実は最近例のフリーナ様との決闘騒ぎで超有名になっちゃったから、ポワ村長まで逃げてきたのなんてね。嘘嘘、お手伝いに来てくれたのよ。ポワ村長を再建するためにやらねばならないことは山ほどある。スピナディロースらにはもっと決断できる人材が必要だし、お父上のカーレスさんとは少なからず関わりがあったから。しばしお時間を。せっかくですのでちょっとお伺いできませんか。決闘前の心境や神を前にした際の姿勢について。それはよしてくれ、シャルロット。もっといい取材テーマが見つけられるだろう。相変わらずですね。ここは一つナビアの顔に免じていかがでしょう。なんなら私の写真をたっぷり撮ってけば、彼女を説得する手間も省けるし、それか旅人の写真でもいいんじゃない。もちろん彼女だって逃がしやしないわよ。では写真撮影に参加してくださる方は近寄ってください。はい、チーズ。どうだ、いい感じに撮れたか。おいらちゃんと可愛いか。悪くないわよ。構図的に君はまるで魚たちの頭のそばにふわふわ浮かぶ雲みたいね。うん、ちょっと待ってて、もう何枚か撮らせてもらうわ。よし、こんなもんで十分かな。また来られるし今日はこの辺にしとこう。行動が素早いな。スピードこそニュースの命だもの。フレッシュさが肝心よ。それに人の懐に入ってコネクションを作るのも私の得意分野だから、そのうちクロリンデさんをインタビューにお招きできるかも。あんたって本当に打たれ強いね。頭が下がるよ。おそらくメロピデ要塞が彼女の取材を受け入れたのもそういった方法で説得されたからだろう。わあ、お耳が早いわね。私がシグウィンさんに尋ねた後、シグウィンさんからヌビレット様に伝わって、さらにヌビレット様がクロリンデさんに伝えた。そうでしょ。綺麗に情報が連鎖していますね。ヌビレット様はただ私に、メロピデ要塞はいつからメディアに対してそんなに友好的になったのかとお聞きになっただけだ。ヌビレット様の質問に対し、私は公爵が自ら出向くとは限らないから友好的になったとは言えない、そう申し上げたんだ。その通り。彼らにインタビューできる時間は1分たりとも無駄にできないわ。善は急げって言うし、私たちはお先に失礼させてもらうわね。
じゃあ気をつけて。何か面白いニュースでもあったらまた帰ってきて聞かせてよね。お礼に美味しいアフタヌーンティーでもてなすから。メロピデ要塞の状況が気になるのか。まあね、リオセスリったら前にわざわざ水の下まで行ってパパの事件について聞いたのに、堂々巡りで結局何も教えてくれなかった。代わりにお茶をご馳走になったんだったか。ティーポット2つ分もいただいちゃった。お茶の味は確かに悪くなかったけどね。私もあそこのお茶は悪くないと思ってる。あ、そういえば今日一緒にお茶でもどう？どうせ暇でしょ。バタービスケットも欲しい。注文までしてくれちゃって。たく、まあいいでしょ。うん。スネージビッチさんはどんな味のビスケットがお好きなの？私ですか？どんな味でも。もしチョコレート味があればなお嬉しいですが。了解、任せて。スネージビッチさん、後ほど今日新しく届けていただいた物資の確認作業を手伝おう。それで今日中に準備が終わるはずだ。それはありがたい、助かります。あれ、リップ変えた？うん、この間シグウィンさんにプレゼントしてもらったんだ。試してみるか。このあんたらにとってもここは忘れられない場所らしいな。公爵、入り口まで出てきてるなんて。ひひ、オイラたちを迎えに来てくれたのか。ああ、あんたら二人と看護師長が紹介してくれたシャルロットさんをお迎えに来たんだ。の噂に聞くばかりのあの公爵様にやっとお目にかかれるなんて。メロピデ要塞を訪問してのインタビューを受け入れてくださって本当にありがとうございます。どういたしまして。ただしインタビューの主な対象は俺じゃない。交わした約束を覚えているかい？あ、それはもちろんです。さあ、こちらへ。写真撮影は終わりましたから、そんなに緊張しなくていいですよ。シャルロットさん、今の写真が本当にスチームバード新聞の一面に載るのですか？あるいはルールビーはジュリエと並んで新聞に載せられるのが嫌なのかも。そんなわけがないでしょう。ほう、そうやってきっぱり否定する様子から見ると今回のインタビューにはかなり期待してるのかい？違います。僕はただインタビューなんて初めてですから、
わざわざ僕にインタビューしに来てくれたスチームバード新聞にありがたい気持ちで。そうは見えないかもしれませんが、私はエドウィンさんにも一度お会いしたことがあるんですよ。でもここだけの話、あなたとおしゃべりする方が私は好きです。あなたは彼よりもさらに素晴らしいテンポの才をお持ちでいらっしゃると思います。奇跡を運ぶ船舶、世の人を救う箱舟、あなたはまさに伝説に出てくる使者のように神話を再現なさったんですから。ですが、その空飛ぶ船は今どこにあるんでしょうか。シャルロットのやつ、またスクープを狙ってるな。大変申し訳ないが、あの船は今工場の奥にあるんだ。撮影のご案内はちょっと難しそうだな。そうなのですか。ではその穴埋めといってはなんですが、あなたにインタビューしても。答えはあんたもよくご存知だろう。俺なんかより看護師長をインタビューするか、あるいはこちらの天才研究員コンビの写真をもっと撮った方がいい。どうしてコンビの写真って強調なさるんですか。ではでは、一人ずつ2回撮らせていただくということで。僕の髪がおかしくないか、ちょっと見てくれないか。メロピデ要塞にもこんなに賑やかな日があるなんてな。って待てよ、よく考えてみたら前にも賑やかな時があったよな。あらら、みんな揃ってね。うちが作った新しい飲み物を飲んでみない。お、看護師長。シャルロットさん、どうぞメロピデ要塞の看護師長の素敵な写真も撮って差し上げてください。もちろん。シグミさん、私についてきていただけますか。人が少なくて明るい場所がいいので。ん、あ、わかった。写真を撮るときは笑った方がいいの。それでここ最近メロピデ要塞はどうだったんだよ。見ての通り相変わらずさ。フォンテーヌで起きた変動はここにまでは大した影響を与えなかった。あの空飛ぶ船以外はですけどね、あれは目立ちすぎるのでみんなが気になってるみたいで。インタビューを受け入れたのもそのためさ。舞台裏の英雄にこそ世論のスポットライトは当てられるべきだ。そう思わないかい、ジュリエ、ルールビー。身に余るお言葉です。公爵も適度に表に出られた方がいいと思いますが、あなたはそれを嫌がりますから。スポットライトはやっぱりあんたらとこの二人の功労者に譲るよ。なるほど、あの日それだけのことが起きていたのか。あの執行官についてだが、あんたらも覚えてるだろう。彼の三人の子分が未だに奴の帰りを待っている。本当に一途だな。彼らにはいい知らせと悪い知らせがあると伝えよう。いい知らせは、彼らの兄貴がさほど多くの危険には遭遇していなかったこと。そして悪い知らせは、脱獄の手助けをしたってことなら刑期が伸びるってことだな。それでお前の方はどうだ、変わりはないのか。
変わりようがないだろう。メロピデ要塞はこれからも同じように稼働し続けるだろうし、ここにいる俺の責任も変わりはしないさ。フリーナ様が去ったことが何を意味するのか、果たしてフォンテーヌの制度はこれから変わるのか、そういった問題は水の上の人たちに悩んでもらおう。皆さん、こちらの撮影は終わりました。よし、じゃあ今日のインタビューはこれでお開きにしよう。ご協力どうもありがとうございました。旅人帰りましょう。またお邪魔させてもらいますね。また？ええ、もしかしたら水中工場の記事を書くことになるかもしれませんので、その時はまたよろしくお願いします。よし、最後の目的地は不凍よ。教えてくれたの。リネさんたちとは手を組んだ時以来連絡を取り続けてるらしいわ。で、最近あの子たちは不当のあたりで不思議なポケットを配ってるって。旅人、パイモン、それにシャルロットさん、マジックポケットはいかが？それって何かすごいものなの？物を運ぶときに使える便利なポケット。海水の水位は戻ったけど、まだ至る所の水たまりに物が浮かんでる。このポケットを使えば運ぶことができるし、お友達に運んでもらうこともできるから。友達に運んでもらうって一体？フレミネみたいな友達がいれば力を貸してもらえる。そうでしょ、フレミネ。友達を作るのを手伝ってくれるってこういうことだったのか。なかなかいいアイディアね。もしよかったら連絡先を教えてもらえる？あ、わかった。僕の住所を教える。リネット、フレミネに人と交流してもらうために頑張ってるんだな。フレミネの方からもっと友達を作って人と交流したいって言い出したのよ。それにマジックショーのアシスタントもやってみたいって。ああ、まずはショーのアシスタントとしてペールスにも出てもらって、その後フレミネにも加わってもらおうと思ってるんだ。今後水中脱出は大方フレミネに任せられそうかな。潜水士の水中脱出を見たいと思う人はいるかしら。
まあきっとうまくいくさ。何事もまずは初めの一歩から。そのうちフレミネも僕たちのマジックショーの一員になるだろう。リネット、ちょっといい？シャルロットさんが僕たちの写真を撮ってくれるって。今行く。シャルロットさんは本当によく気がつく人だね。僕が話したいことがあるのを読んで場を用意してくれるなんて。それで旅人、最近どうだい？お父様から聞いたけど、ここ最近君たちには大いに世話になったそうだね。君たちがフォンテーヌのために力を貸してくれたことに感謝してたよ。大したことじゃないぜ。フォンテーヌにはオイラたちの知り合いもいっぱいいるしな。そういえば召使いは今どうしてるんだ？ああ、まだ知らなかったんだね。実はそう、フリーナ様が去った後、お父様とヌビレット様との間で話し合いが行われてね。結局フォンテーヌの神の心は外交的贈与としてお父様に授けられたんだ。外交的贈与？神の心を召使いにあげたってことか？ああ、僕も最初はすごく驚いたけど、よく考えてみたら叱るべき理由がいろいろあるってことに気づいたのさ。例えば例の皇子様の一件で誤った判決を下したことへのお詫び、それから皇子様が原始大会の中で鈍性のクジラを阻止してくれたことへのお礼。それだけじゃなくて、以前からお父様はフォンテーヌの機関やポア村長のことをいろいろと手伝ってたからね。それにしたっていくらなんでも、だって神の心なんだぞ。なんだか軽く扱いすぎじゃないか？それもそうかもね。ただヌビレット様はこの件に対して明らかな態度の変化があったって噂だよ。え？じゃああいつしか知らない理由でもあるのか？さあ、それはご本人に聞いてみるしかなさそうだね。あ、前にメロピデ要塞の入り口付近で散歩中のヌビレット様を見かけたよ。忙しいんじゃないのか？そんな暇があるなんて意外だな。でも神の心は召使いにやったんだろ？じゃあタルタリアはどうなるんだ？聞いた話だけど、皇子様はすでにスネージナヤに戻って療養してるそうだ。前回の災いが起こった時、彼は生死の境をさまよってたからね。今までファドゥイとの間じゃいざこざがたくさんあったけど、まさか今回はファドゥイと味方になるなんてな。立場が変わっただけのこと、それほど驚くことがあるかな？うわぁ！お父様。子供たちの様子を見に不当に来たんだが、旅人にも会えるとは。フォンテーヌでの私の成果についてはあまり気にしないでくれたまえ。それは必然の結果とも言えるのだから。そのお前は神の心をスネージナヤに持ち帰るのか？これはもとより我々執行官の責務だ。立場にこだわる必要などない。
ファデュイが目指すゴールはある場所や個人ではなく、この世そのもの。これほど壮大なゴールを掲げる我々としては、複数の顔を持たないことの方が難しいだろう。そしてまさにこの私も、様々な顔を見せ続けてきた。それは未来の多種多様な可能性によって決まる。私は、誰かに長いスパンでの約束を言い渡されたとしても、信頼しないし、自らもそんな約束はしない。一時にとどまるのみの真摯さは、本当の真摯さとは言えないからね。また次に手を取り合える日を楽しみにしていよう。善行は一人では成し遂げられないからね。それに、君たちは実に優秀な協力者だった。神の目？了解した。講師のため、大切に預かってくれていたんだね。ありがとう。こっちはおい、まさか。こんにちは、記者のお嬢さん。こんにちは。私の記憶が間違ってなければ、あなたのお写真を撮らせていただくためには確か外務省に届ける必要がありますよね。おっしゃる通り、残念ながら君の取材には応じることができない。代わりと言ってはなんだが、この子たちの魔術師としての、そして未来の新生魔術師としての一面をたっぷり書いていただければ嬉しい限りだ。はい、お任せください。実に気持ちいい海風だ。天気がいいうちに散歩の続きでもするとしよう。では失礼する。お父様、それではまた。あの方すごい威圧感だったね。シャッターを押す勇気すら出なかった。まあ幸い取材はほぼ終わったし、これだけの材料があれば記事を書くには十分かな。本当にありがとね。そう硬くならないで。そうだ、お別れの前にマジックポケットをもらってくれるかな。旅人とパイモンも一つずつどうぞ。物を運ぶためのポケットだっけか。そうだよ。確か君たちに初めて会った時も、僕たちはマジックポケットを配ってたね。そして今偶然にも同じことをやってる。いろんなことが起きたけど、ポケットはあの時と全く変わっていない。これこそが人生ってやつなのかな。人生の道で遭遇する全ての出会いは縁に導かれた結果なんだね。よし、また他のエリアでもポケットを配らないとだから、お先に失礼するね。旅人、パイモン、いい一日を。シャルロットも見送り終わったし、ノビレットの様子を見に行こうぜ。あいつ、オイラたちと話をする暇がないくらい忙しかったりしないといいんだけど。いざ
風を知れ。風の行く先を。はっ。よっ。それ。はやっぱり。ああ、君たちはリネ君に会ってきたのか。そういえば前に彼がここを通りかかって挨拶してくれた。ちょうどよかった。君たちに説明が間に合わなかった部分についてきちんと答えると約束していただろう。いいタイミングを探っていたところだ。覚えてくれてたのか。事後処理で忙しいはずなのに、オイラたちにまで気を回してくれてたなんて。じゃあ早速だけど、フォンテーヌが一体どうやって救われたのか教えてくれよ。オイラにとっちゃ未だに謎だらけだぞ。うん、多くの物事は語ろうとするとかえって戸惑いを感じてしまうものだな。私にとって古竜の体験とは、水元素を掌握する絶対的な力のことを意味している。フォンテーヌの人類は最初、エゲリアが大海の力を利用して作った不完全な人類であり、つまりは擬態にも似たような形態だった。しかしフォンテーヌ人の体内に大海のエネルギーが存在する限り、私は古竜の権能を駆使し、この星で最初の命が育まれた時の過程を真似て、彼らに真の血液を与えることができる。つまり私が判決を下したその瞬間、フォンテーヌ人は真の人類となり、二度と原始大海の水に溶けることはなくなったのだ。フォカロルスはそこまで計算してたのかよ。それこそが予言が実現したと見せかけると同時に、全ての人を救える鍵だったんだろうな。
だな。ある意味フォカロルスはこの方法で純粋精霊を人類に変えてあげたいっていう初代水神の願いも叶えてやったってことか。その表情から察するに、どうやら他にも聞きたいことがあるようだ。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。タルタリア殿の一件について多方面から調べていたのだが、その結果ある事実に行き当たった。彼は幼い頃未知なる深淵に落ちたことがあり、その際偶然にも鈍性のクジラを呼び覚ましてしまったのだ。しかしだからといってタルタリア殿を災難の根源だと断定するのは理にかなっていないし、情に欠けた判断だ。せいぜい責任の一端はあるという程度だろう。あの審判で由式が下した判決についてだが、一部の責任に基づく判決だったのか、あるいは彼が論性のクジラと牽制し合えると予測したホカロルスは彼にフォンテーヌの身代わりとなって時間を稼いでもらう算段だったのか、知る由もない。なんだかんだ言ってホカロルスはフォンテーヌ人のことを思ってたんだな。最終的にフォンテーヌ人が本当の人類になれたのもあいつのおかげだし。あ、ふと思ったんだけど、フォンテーヌ人が本当の人類になる前って、あいつらから生まれた子供も純粋精霊が変わったやつだったのか。命はもとより水のように絶えず循環するもの。フォンテーヌ人がよくここルキナの泉を訪れ子宝祈願をすることは覚えているか。覚えてるぜ。ここはフォンテーヌの全ての水が交わる場所だってリネットが言ってたぞ。その子宝祈願が実は単なる風習ではなくある種の儀式であったことは当の夫婦たちも知らなかった。祝福を受けた泉の中の純粋精霊たちが数ヶ月後本当に新たなフォンテーヌ人として生まれてくることをね。もう大体分かった気がするぞ。今となってはもういらなくなったけど、あれは風習として受け継がれてきた儀式だったってことだな。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。そういえばリオセスリからフリーナがどっか行っちゃったって聞いたけど、どういうことなんだ。フリーナについては民衆に知られているのは彼女の処刑が実際には執行されなかったことのみ。水神の位を降りた彼女はその肩書きに関わる事務的な仕事を私に引き継ぎ歌劇場を離れた。私はホカロルスの最後の言葉を忠実かつ完全に彼女に伝えた。それを聞いたフリーナは悲しい表情もほっとした表情も見せなかった。彼女はただ疲れたから休むとだけ口にした。そして荷物をまとめ引っ越しをする一般人のように歌劇場を去ったのだ。フリーナ、それであいつが住める場所はあるのか。そこは安心していい。彼女の衣食住についてはこちらでしっかり手配する予定だ。正直なところ私は心の片隅では彼女のために喜んでいる。
彼女の中に積み重なってきた精神的な傷が癒えるまでには時間がかかるだろうがね。だが彼女はもう水神ホカロルスを演じる必要がなくなった。これからは全ての荷を下ろし普通の暮らしをしていけるだろう。お前は水流の全ての力を手に入れたわけだろ。これからどうするつもりなんだよ。ホカロルスの逝去とともに、ユッサイ帝カーディナルも止まった。これは審判に直接的な影響を与えることだ。慎重に考えた結果、審判におけるその役割は、私が代わりに担うことにした。これからは、私自ら審判を下す。から物事を考えてるんだな。元素流として私にはまだ成し遂げられていないことが数多くある。しかしこの力、そしてこの責任はある意味では与えられたものだ。だから他の責任を果たす以前に、私はまず最高審判官として引き続きフォンテーヌに貢献していかなければならない。それらの責任は今後、私の生活の中で共存していくだろう。それから、水神が去ったことによって生じるもう一つの問題は、歌劇場から立証混合エネルギーが発生しなくなってしまったことだ。そのエネルギーって水神に対する人々の信仰心から作られるんだったよな。でも町にある機械はみんなちゃんと動いてるぞ。一体どこからエネルギーをもらってるんだ。今の私はプネウムシアを完全にコントロールできるようになった。このエネルギーは代替エネルギーとして何ら遜色がない。これは私がしばらくフォンテーヌを離れられない理由でもある。おお、古竜の力ってめちゃくちゃ便利だな。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。あ、そうだ、神の心を外交的な贈与として召使いにやったって聞いたぞ。あの二人の執行官は今回の災難で確かに大いに貢献してくれた。彼ら自身がそうしたかったからという個人的な部分は置いておくとして、パデュイがフォンテーヌにいる目的は表向きにはただ一つ、神の心のためだ。ユシサイ帝カーディナルが止まり、水神のカムクラさえなくなった今、私も神の心の力を必要としなくなった。フォンテーヌにとって神の心は完全に意味を失ったものだ。もしファデュイの目的がそう単純なものでないなら、これを機に彼らの要求に応えてしまえば、もろもろの無駄な手間が省けるだろう。なんだか複雑な考え方だな。オイラはてっきり単に召使いへのお礼とタルタリアへの謝罪ってことであげたんだと思ってたぜ。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。君たちはもうじきナタへ行くのか。ガイドの才能は全くないが、
私の知っている範囲のことならば知恵を授けよう。私の知る限り、ナタは竜の国だ。竜の国？お前みたいな竜のことか？いや、私がナタで歓迎されるようなことはないと思うがね。私のような古竜とは違って、おそらくナタの竜は長い変遷と進化を経て、今やその大勢が人類と共存している。そこは戦争の国でもあり、大地には終わりなき戦火が延々と広がっている。それからもう一つ、君たちにとって役に立ちそうな情報がある。召使いとの談判で思いもよらず知ったことだが、隊長という名のファトゥスがすでにその終わりなき戦争に加わっているとのことだ。隊長、なんだか手強そうな響きだぜ。本当にどこに行ってもあいつらファトゥスの活躍が見られるんだな。万全の準備をした上でナタに行くことをお勧めする。それまでは心ゆくまでフォンテーヌに滞在してくれていい。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。あ、ちょっと待ってくれ。神の心についてもう一つ聞きたいことがあるんだ。この前リネはお前が神の心を渡すことについて明らかな態度の変化があったって言ってたんだけど、お前しか知らない理由でもあるんじゃないかってオイラたちは推測してたんだぞ。ふむ、ハウス・オブ・ハースがファディの情報機関を務めているのもうなずける。実に鋭い観察だ。その質問についてはちょうど君たちに共有しておきたいことがある。あの日、君たちを原始大会から陸地へ送り返した後、私はスカークと名乗るあの人物とこのような会話をした。さて、よし、毒性のクジラはもういない。邪魔はなくなったな。お前の力に含まれた成分もやっと嗅ぎ分けられるようになったぞ。この星の最初の古竜の権能、そこに神の呪いにも似たものが加わっている。とても新鮮だ。ふむ、一体何だったか記憶にはあるはずなんだが。何を言っているか全く理解できないのだが。ああ、思い出した。なんだ、答えは簡単なことやもしれん。さてはお前、第三降臨者の遺骨を持っているな。遺骨？
そんなもの聞いたこともないが。ふむ、お前たちのよく使う言葉で言うなら、確か神の心と言ったか。確かに、ホカロルスの神格が消え去った後、神の心は私に預けられた。しかし、君が今言ったことについては間違いなく初耳だ。私は幼い頃から師匠について武術を学び、地上に戻ったことがなくてな。触れる情報はほとんどが極悪鬼によるものだった。だからかもしれん。もとより人類の上位にある存在だから、彼の常識も当然人とは異なる。そのせいか、私たちと人類との交流にはいつも多くのズレが生じるんだ。そのことはともかく、不吉なものは災いが起こる前に消した方がいい。人が生きることは本来であれば祝福されるべきことだ。しかし死んでしまえば、本人とこの世の間にあった無数の関わりはやがて呪いとなり果てる。何が言いたい？そう身構えないでくれ。ただ個人的な感想を言ったまでだ。これは私が地上に戻りたくなかった理由でもあるがな。君の言う第三降臨者とは一体誰のことだ？またそれはいつ死んだのだ？師匠は私に何も教えてくれなかった。おそらく私にとって大して重要なことではなかったからだろう。だが興味があるというなら、今度師匠に聞いてこよう。今度また会えるのか？うむ。ああ、そういえば、私には弟子が一人いてな。何かあれば、あいつに伝えさせよう。ここまでが私が彼女から聞いた話だ。役に立つかどうかは分からぬが、まずは君たちに伝えておきたいと思ったのだ。第三降臨者の遺骨？神の心がそうなのか？チェスの駒みたいな形ってイメージだったけど、あれは遺骨だったってことか？彼女の話が誤解や変わった比喩でもない限りは。で、不吉で手放した方がいいってあいつに言われたから、お前はファデュイにやったのかよ。もしスターク殿の話が本当ならば、それがフォンテーヌにある限り危険の種となりうるだろう。
ふむ。降臨者という概念を認識しているだろうとは思っていたが、君自身が降臨者であるとは予想だにしなかった。となると、元素に対する極めて高い適応力を持ち、ひいては元素力を増幅することさえできる神の心の力は、第三降臨者に由来するわけか。君も似たような性質を持っているのか。そうだな。神の目を持ってないのに元素力を操れる能力とかか？これも特別な適応力って言えるかな。いやいや、とりあえずは余計なことを考えないでおこうぜ。だってなんだかすごく変な感じだぞ。死んだ第三降臨者と旅人を比べるだなんて。そりゃそうだけど、やっぱりすごく不吉だぞ。タルタリアが回復してきたらあいつを問い詰めようぜ。一体どういうことなのか、あいつから師匠にちゃんと聞いてもらわないとな。同感だ。情報が揃っていない状況で根拠のない推測をするのはあまり賢明なやり方ではない。法廷と同じでね。これで予言にあったフォンテーヌの危機もやっと一段落ってとこだな。そうだな。ホカロルスの努力も全てはこの時のためだった。だけど神として自分を犠牲にして、人間としては500年も辛い思いをしながら生きてきて、それって本当にあいつが望んだことだったのかな。神の願いというのはそもそも不思議な謎なのかもしれない。私には無理だ。ただ時々こんな想像をしてみることがある。もし願いが空の雲だとすれば、それはいつの日か雨となって大地に降り注ぐのだろう。命は水のように絶えず循環し、雨は最終的な答えを与える。水は傾くことがあるが、雨はどこまでも平等に降るのだ。君や私、あの人が浴びる雨に果たして何の違いがあろうか。その表情から察するに、どうやら他遠慮なく聞いてくれたまえ。万全の準備をした上で、その表情から察するに遠慮なく聞いてくれたまえ。万全の準備をした上で灘に行くことをお勧めする。それまでは心ゆくまでフォンテーヌに滞在してくれていい。